はい、こんにちは。今回はですね、箱根の、神奈川県の箱根の仙石原に来ています。仙石原を今ぶらっと散歩しているんですけど、あっち側がですね、バス通り、大通りになって、ちょっと離れたところ、一本入ったところなんですけど、すごく閑静としていてですね、なんか軽井沢を思わせるような別荘地になるのかな。温泉が出るので、温泉施設とか宿泊施設はあると思うんですけど、なんか全然思ってたよりもですね、別荘地っぽい、軽井沢っぽい感じがするんですよね。ここもなんかすごい大きいお家ですよね。誰もいないし、あとなんか保養所とかがあるのかな。本当に人がいなくて、自然がいっぱいで、空気がきれいで、ただ迷っちゃいそうですね。ここも別荘っぽいですね。箱根ビレッジ、なんだろう、保養所とかなのかな、別荘なのかな。気持ちいいですよね。今、午後5時かな、17時なんですけど、朝の散歩とかすごい気持ちよさそう。ちょっとこっち行ってみましょうか。今日曜日になります。5月の日曜日の午後5時、箱根の仙石原ですね。僕自身は信濃木一の湯さんというところに泊まっていて、今日その近くです。すごく近くで、今お風呂入って散歩しているっていう感じですね。非常に散歩のしがいがある場所ですね。これもなんかの施設っぽいですね。朝すごく気持ちよさそうだけど、夜とか多分真っ暗で怖い感じですかね。5月なんで新緑がすごい綺麗な感じですね。空気もすごい綺麗です。わあ、なんだろう、あの施設、別荘ですかね。いいですね、こんなところで。ネットつながるので全然ステイホームとかできそうなので、わ、いいですね。普通にパソコンとネットがあれば仕事ができる人は完結できちゃいますね。ストレスはないっていう感じかな。まあでも高いんでしょうね、こういうところって。うん、っていう風な感じです。僕はちょっと引き続きですね、この辺ちょっと、あ、薪とかだ、住んでる人のですよね、かっこいいですね。はい、僕はちょっともうちょっと散歩してからスタートしてみようと思います。はい、今回もご視聴どうもありがとうございます。